ントミンジェとかいう特級呪物。バイエルン、レアルマドリーに大逆転を許しシエル敗退、ケイントミンジェという呪物を揃えたばっかりに。ケインはいたら勝ってた、ヘルがアホだから下げた。ミンジェは挑戦の神様。ミンジェのせいでオフサイド取れず。世界よ、これが法則だ。さすがに悪いのはノイアーだろ。ロイスかモドリッチが神になる。散々オフサイドディレイでやらせといて最後のバイエルンのは早々とオフサイド宣告、これは荒れる。芸術点としてはバイエルンが決勝でドルトムントに負ける方が美しかったが、キム・ミンジェが出てきた時に誰もが思ったはず、これはレアル勝ったなと、そして本当に逆転するレアル。韓国人のせいではないかもしれんが、出して引きこもりして2失点したのはガチ。一番はノイアーが悪いけど、逆進すごすぎる。ノイアーのスローミスとキャッチミスで一気に流れ変わったな。ケイン下げて全体的に押し込まれたからな、戦術的ミス。ノイアーのポロリから一気に流れ変わった。ミンジェのおかげでケインが無冠になっちまった。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。